はい、太田ホームメイドギターワークショップです。前回の伝送系インストールの動画からちょっと時系列は遡りますが、チューニングペグやビブラートユニットの取り付け、ネックの取り付けの作業を紹介します。順番間違えちゃった。当チャンネルでは手作りギター製作の動画を中心とし、ギターに関連するいろいろなものを手作りしてしまうチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さて動画の方ですが、ヘッドにペグブッシュを打ち込んでいるところですね。使用するペグは5等のヴィンテージクルーソンペグ6ラインタイプですね。ブッシュを打ち込んだら6つのペグが一直線に並ぶように押し込んでいきます。このようにペグが並んでいくわけです。このタイプのペグはヘッドにペグ穴を開ける感覚がかなりシビアなので、穴を開けるときには慎重に作業しております。このように隙間なく一直線にセットできたら大成功。固定ビスの下穴をドリルで開けてやります。ドリルビットに貼ってあるマスキングテープは穴の深さの目印です。はい、下穴が一つ開きました。ここに固定ビスをねじ込みます。下穴の大きさが大きいとネジがポロッと取れてしまうし、小さすぎるとネジが折れやすいんですよね。何かと取り付けがめんどくさいペグです。はい、1箇所無事にネジ止めができたので、残りの6つの下穴も開けていきましょう。残りのビスも止めてやりましょうね。はい、無事にペグの取り付けができました。こんな風にペグとペグの間をちっちゃなビスで固定するので位置関係がシビアなんですね。ネックの取り付けに進みます。もうすでにネックの取り付け位置は決まっているので特別な作業ではありません。ネックプレートを置いてやってビス止めです。4点止めですね。まずは電動ドライバーで軽く締め込んでやります。それからプラスドライバーで本締めをしてやります。対角線上に締めていくとバランスが取りやすいですね。車のタイヤのボルトを締める時と同じですね。はい、ネックの取り付けができました。お次はフローティングトレモロユニットの取り付け。フェンダー純正品です。オークションで中古を買いましたが、値段的に多分ジャパンのものだと思います。取り付けは特に難しいところはありません。あらかじめ掘ってあるキャビティにトレモロユニットをかぶせてビス止めするだけです。ここはぶっちゃけ多少ね、まあ多少だけどセンターずれしていてもそんなに大きな問題にならないので気楽です。とは言ってもあんまりずれているとみっともないですよね。プラスマイナス2ミリぐらいだったら多分パッと見わからないと思います。ちゃちゃっと電動ドライバーでやっちゃいましょうね。
ここも最終的な締め込みはプラスドライバーでやってやります。ナットの製作です。まずはノミを使ってナット溝をきれいにしてやります。塗装の時にどうしてもクリア塗料が入り込んでしまったりしているので若干溝の平面が出ていなかったりするからです。ナットをセットしてみます。ぴったりいいようですね。使用するナットは牛骨の無漂白、無漂白タイプのものですね。言いにくいな、無漂白ってと言っているうちにナットの粗削りまでできています。ナットの作り方はハイコストパフォーマンスギターで説明しているのでそちらを参考にしてください。ナットファイルで溝を切っていきます。ナット溝が切れたので弦を張ってやります。今回はフェンダーのニッケルワウンド弦ですね。はい、弦を張りました。ここからナット溝の調整に入ります。ナット溝を慎重に少しずつ深くしていき、このような専用ゲージで高さを測ってやります。フレットのすり合わせです。自作のネックジグを使ってフレットのすり合わせをしていきます。今回の動画はここまでですね。フレットのすり合わせと完成までの様子は次回の動画で紹介します。それでは最後までご視聴ありがとうございました。落ち着いた感じのジャズマスターになりそうです。